1909年に建てられた高砂明治酒造。玄関に入ると、掛けからの心地よい水音が響き渡り、和の趣を演出しています。大雪山系からの伏流水で、創業から絶え間なく湧き出しています。お酒を作る際に使う水で、ここで飲むこともできます。竣工当時は、製造から販売までを行っていましたが、2000年から明治の面影を残す高砂酒造の新しい顔として、資料館、直売店に様変わりいたしました。直売店では、直売店限定の麹甘酒や、日本酒、酒粕を使ったお菓子、オリジナルグッズなど、ここでしか買えない蔵元限定品を取り揃えております。全部梅酒なんだけど、リンゴとブドウとイチゴ。うん、とね。これはこれで全部気になるんだよ。見たやつ全部買いたくなるね。危険だね。これもやつだよね。うずらの卵と、室蘭のうずらの卵と、甘酒だ。酒かすみ。お持ち帰りよろしいですか？はい。こちらお箱はいいですか？あ、いいです。はい。北海道限定は、包装とかは？いらないです。大丈夫。止まっちゃった。そうなんだね。ギリだったんだね。でも思ったよりは匂いは分かんないんだけど、鼻から酒かすが抜ける。おー、甘酒みたい。美味しい。いただきます。あ、美味しい。北海道限定。熱いな。ポテトサラダ？え。すごい。晩ご飯も作らずに。うん。いや、全然いいな。100個から美味しい。うん。いい？いいよ。飛んだぞ。飛んだぞ。
美味しい。うん。あ、でもあそこフリーサイトでお金かかるんだよね。かかんないんだっけか。どっかであるんだろうね、受付するとこちゃんとね。車で入れればね、いいんだ、うん、いいんだろうけどね。ちょっと道路挟んで向こう側が駐車場っていうのは大変だね、荷物運ぶの。ローソンのシソドレッシング美味しいね。そしてここにあの肘掛けをセットするの。飲み屋のカウンターの端っこっていう。もっとミート開けたかったのにちびれちゃった。裏側もいい感じになってきた。ひっくり返した方がもっといい色かもしれない。大丈夫、うん、紅生姜忘れました。いくぞ。いうわー、うまそう。音が家でやるより美味しそうな音になる、うん、あとは硬くなってくる。13.0 の 12.5 に戻りました。戻った、うん、美味しそう、うん、うん、美味しい。うまい。うま煮丼の具。麺もちょうどいい焦げ具合、うん、カリカリ具合。そうそう、カリカリ、香ばしい、カリ香ばしい。明日どこ行く？どうしよう。Thank you.